ついにこの日が来ました。来たじゃんね、ついについにカジュとお兄様の愛の奇跡最終回を迎えます。そんな話だったっけ。だったの。本編では語られない行間にいろいろ詰まっていたんだよ。行間ど怖いじゃん。お友達が一人もいなかったお兄様が素敵なパートナーを選ぶまでに変わったの。カジュは綺麗な思い出を胸に秘め、新たな伴侶にお兄様を送り出すんだよ。そっか、いろいろ言いたいことはあるけど、ヌクちゃんもついにお兄様離れをする決心をしたじゃんね。ううん、それとこれとは話は別だよ。別なんだ。お兄様検定を全部クリアするまで、カジュが付きっきりでお相手の方を指導しないと。まずはお兄様の好みの献立を365日分。ヌクちゃん、そろそろ次回予告行こまい。うん、わかったよ、コンちゃん。次回、負けヒロインが多すぎる最終話。俺はひょっとして最終話で負けヒロインの横にいるポットでのモブキャラなのだろうか。みんな、見てねー。